皆さんは動画編集をしたことがありますか？なんだよ急に。あるわけねえだろ、殺すぞ。はい、情弱オツ。じゃあいきなり結婚式とかイベントの動画作れって言われたらどうすんの？そもそもお前は呼ばれないからアンズルには及ばないぞ。てか、そういうのって普通は外注するもんじゃないのか？もちろん外注も一つの手段ですが、自分で安く簡単に動画が編集できるなら、そっちの方がいいですよね。あと今の時代動画編集くらいできないとモテませんよ。え、マジで？お前が言っても説得力ないのくさ。ということで、今回は誰でも簡単に動画編集ができるソフトを紹介したいと思います。まあ探検家よしねよ。てか、お前は普段どのソフトを使ってるんだ？これは企業秘密なのであまり大きな声で言えないのですが、YMM と AVIUTL という2つのソフトを使っています。じゃあそれを紹介しろよカス。しかしですね、2つともどちらかというとクロート向けなので、初めて編集をする人はもう少し簡単なソフトの方がいいです。なんだろう、自分のことクロートって思うのやめてもらっていいですか？お前なんか、ポケモンで言うと、まだつぼみってところだからな。さ、アニメ版では割と強かったからセーフ。アニメ版ポケモン無印の第77話はマジで神回。オタク特有の早口。まだつぼみ一口でサトシの不思議だねとピカチュウ倒したという事実。はぁ、あのさ、主力メンバー2匹が、まだつぼみに倒されるって恥ずかしくないの？そんなことやってるから地域リーグですら優勝できねえんだよ。サトシアンチでくさ。20年くらい優勝逃してるせいで、海外でも炎上してたのくさ。それもそのはず、優勝逃してこの表情だからな。軽すぎてくさ。絶対なんとも思ってないなこれは。負けた悔しさで震えろ定期。残念でもないし、当然。ということで、今回紹介するソフトをインストールしていきましょう。今回紹介するのは、ワンダーシェアさんの、フィモーラという編集ソフトです。公式キャッチフレーズは、動画編集はもっとシンプルでいい。これには完全に同意です。実際私も本当にそう思います。お前そもそもそんな凝った編集してないだろ。まあ、凝ったからって見てもらえるとは限らないからな。急なガチ正論やめろ。ダウンロードが完了したので、インストールに進んでいきます。インストール中は暇なので、コメント返しをしていきましょう。じゃあカットしろ定期。それでは1件目。社会派 YouTuber すげえ。これは前回の動画で、SDGs への取り組みを紹介した時のコメントですね。これマジで誰も興味ないんだよな。この取り組み、視聴者は笑うらしいな。いやなんでだよ。それはくさ。次。社交性 YouTuber。 私といえば社交性ですからね。いやそんなことないだろ。霊夢といえば、内向的、赤縛、陰気っていうのが一般的なイメージだぞ。まあ、それはそういう風にしか理解できない知能の問題だと思いますけど。言うほどそうか。次。案件消費動画で草。フランスとかの、生肉とかチーズとか食べる文化のある人たちって、そこにトキソプラズマっていう寄生虫が混じってることが多いんですよ。え、何の話？別にそれが命に触れることはほぼないですけど、感染すると、不安が減って反射神経鈍くなるんですよね。僕多分ね、トキソプラズマ感染してる気がするんですよ。なので、一つの動画でたくさん案件やっても別に気にしないっていうのも、なんかひょっとしたらその、僕トキソプラズマのせいかなって思ってるので、本来の僕はその、心の優しい、不安げでかわいそうな、案件なんてやらない少年だったんですけど、トキソプラズマのおかげでこうなっちゃったってことで、悪いのは僕じゃなくて、トキソプラズマのせいなんじゃないかなって、思いました。なんでもかんでもトキソプラズマのせいにするな。妖怪のせいなのね、理論やめろ。ソフトを起動させるとこんな感じです。なんかめっちゃ本格的だな。これ言うほど初心者向けか。私も最初は戸惑ったんですが、分解してみてみるとそんなに複雑でもないです。まず、この辺で素材とかエフェクトとかを触ります。はぁ、あのさぁ、もうちょっと初心者向けの言葉で説明してくれねえとわかんねえんだよしね。うわ、なんやこいつ。動画に使いたいビデオとか、写真とかをここから追加します。あと、それに対して効果をつけたりして、プロっぽく演出したりする操作もします。この調子でやってたら今日中に終わらなさそう。で、ここがタイムラインです。動画全体を確認できる場所です。で、ここで編集中の動画を確認できます。まあ、百聞は一見にしかずということで、簡単な動画を作ってみましょう。まず使いたい動画を持ってくるところからです。これはちょっと余談なのですが、実はつい先日まで入院していたので、今回はその生活を紹介する動画を作ってみたいと思います。さらっと衝撃的なことを言うスタイル。はいはい、コロナコロナ。ちなみに例の病気とは全くの無関係でした。話は戻りますが、タイムラインに直接素材を貼ることはできないので、動画の端にあるプラスボタンを押します。
すると、タイムラインに素材が追加されました。そしてこの赤い線のいる場所が、プレビューに表示されるという仕組みです。他の編集ソフトでも、操作感は大体こんな感じなので、動画編集の基本として覚えておくといいと思います。すまん、ちょっと早くてよくわからんかったから、もう一回やってもらってもいいか。あ、はい。2000 years later. だからこれはこうして。てか、そもそもタイムラインってなんだっけ？え、お前らまだそんなことやってたの？別に早く理解しなくてもいいんじゃないですか。何か学んだものをアウトプットする期間の方が世の中長いわけで、アウトプットにかかった時間が長いとか短いとか、超どうでもいいんすよね。社会って、覚えてるかどうかが重要なんすよ。これ自分で言ってるとすげえダサいな。ちょっともう先に進んでいいですか？これが編集中の画面です。字幕とか音楽とかをどんどん追加しています。お、なんかそれっぽいな。動画編集は、一度やり始めると没頭してしまうのが特徴です。これが沼ってやつなのか。ということで、完成した動画をご覧ください。いかがでしたでしょうか。すまんが、思ったよりクオリティが低かったわ。てか、やっぱ入院生活って暇なんだな。入院生活は暇との戦いだって、それ一番言われてるから。では、ここから軽く解説をしていきます。まず、おしゃれなタイトルを入れてみましょう。この、タイトルというところから、フォーマットを選択できます。ほん、なんかいろいろあるんだな。これとりあえず全部見てみたくなるやつだな。ちなみに、今回私が使ったのは、こちらです。おしゃれな YouTuber が使ってそうなやつだな。英語だとかっこいいのに、日本語入れた瞬間ちょっとダサくなるのなんなんだろうな。お、日本語暗記か。オーディオというところから、音楽も選べます。見てわかるように、シーンや雰囲気から選ぶことができるので、かなり探しやすいです。お、なんか音楽あるやんけ。せや、ジャケ買いして iPod で聞いたろ。いや、おかしいだろ。次は動画と動画の間のつなぎをプロっぽくしてみましょう。この、トランジュンというところから、エフェクトを選択します。これもなかなか種類が豊富なので、自分の動画の雰囲気に合ったものを使うといいと思います。ちなみに、トランジュンを使わないとこんな感じです。やはりぶつ切りなので、素人感がありますね。いや、お前普段の動画ぶつ切りだろ。明らかに素人で草。トランジュンをつけるとこんな感じです。確かに、若干素人っぽさは薄れたかもな。やっとトランジュンって神だわ。エフェクトというところから、効果を選ぶこともできます。どうですかこのエフェクト。めちゃくちゃかっこよくないですか？これもう半分アメリカ映画だろ。これはめちゃくちゃ色々使えそうだな。次は、エレメントという効果です。これは、アニメーションをアクセントとして使うことができます。どうですかこれ。なんだこの中に心をくすぐるエフェクト。すまんがこれどこで使うんや。これとかは、そのまま用つべでも使えますね。次に分割表示です。これは何に使うんだ。使ってみるとこんな感じです。画像とかを分割して表示できるってことか。なんか PV とかでこういうのよくあるよな。知らんけど。ということで、いかがでしたでしょうか。編集とかやったことがないけど、これなら自分でもできそうだと思いました。本格的な素材がデフォルトでたくさん入っているので、初心者でもかなり質の良い動画がすぐに作れるようになると思いました。模範的なコメントありがとうございます。何だったんだよ。概要欄にダウンロードリンクを貼っておきますので、興味のある人はぜひ触ってみてください。次回、YMM と AVIUTL 封印して編集してみた。乞うご期待。
何もできなそうで草。殺すっか。你在无中生有，暗度文仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉，永无止境，没钱买药，头脑有病，眼里有泡，嘴里流能，污言秽语，咎由自取，殃及无辜，祸害众生，仓皇之措，暗度陈仓。